皆さんこんこにちは今回は「一眼レフのマニュアルモードを学ぼう」シリーズの最終回これまで学んだ ISO 感度絞りシャッタースピードについてまとめをいたしますこれらマニュアルモードの3要素についてどのようなシーンでどのように設定をし適正な明るさに調整しているか写真を見ながら説明いたしますので ぜひ試してみてみくださいねこの写真は高い天井で暗い室内照明がほとんど届いていない状況下での撮影でした ISO はこれ以上上げたくないので F 値の絞りはできる限り開放値シャッタースピードを手持ちでブレない程度に80分の1秒まで遅くして明るさを稼いでいます。ISO を上げれば 簡単に明るくなりますが上げすぎると画質もそれだけ悪くなりますのでそれをせずにできる方法を探しますこの写真は大磯の鷺町を撮影したもの炎はありますが夜の海岸は真っ暗なので磯感度は2000にまで上げ絞りも開放に近い F5 シャッタースピードは 手持ちでで分の1秒ですシャッタースピードをもう少し遅くして明るさを稼ぎたいところですが人が多く集まりお砂お砂の状況なので手ぶれする可能性を避けました夕方や早朝の海で焼けた太陽の光をしっかり取り込んで印象的な写真を撮りましょう日の出の時間や日の入りの時間 太陽光の美しい時間帯を狙って撮影してみましょう。これは、冷え込みが厳しい真冬の夜に、気温がぐっと下がり、翌朝快晴となった早朝の写真。毛荒らしは、海水温との温度差が15度以上になったときに起こる現象です。水面に白く立ち上がる霧が湯気のように見え、 最高にドラマティックな朝でした夜間に雪が降った時翌朝快晴ならば可能性は大きいですよ。波は引き波の方が美しくなります。引き波に夕焼けが映り込むと広がりのある写真になるのでそのタイミングを狙いましょう。また快晴であっても空に雲があった方が面白みのある絵になりますよ。 夕暮れはあっという間に光が変化してしまうので、日の入りの時間を見て、その一時間くらい前から撮り始め、トワイライトタイムを逃がさないようにしましょう。広角レンズがあるとさらにいいですね。渚には、いろんな鳥も遊んでいます。そういった小動物や波打ち際の流木など、浜辺の風景も撮影してみましょう。 湘南の冬は空気が澄んで特に富士山の美しいシルエットを見ることができます日が完全に沈んだ後の夕焼けの名残があるぼんやりとした美しい空と海と富士山ぜひサーファーを入れて撮影してみてください今回動画で学んだことを踏まえ撮影にチャレンジしてみましょうその中でお気に入りの写真があれば データで送ってください。香川公民館で展示させていただきます。前回の動画を見て撮影にチャレンジしていただいた方から作品が届きました。ここでご紹介させていただきます。緑の植え込みに赤いもみじの落ち葉の色の対比がいいですね。そして背景の燃えるようなオレンジの玉ぼけが効いています。これは、 お仲間と撮影に行かれたんでしょうか？そのシルエットが楽しそうでいいですね。左端に江ノ島展望灯台もちゃんと入っていて、構図のバランスも考えられています。なんといっても青いイルミネーションとその明かりの玉ボケを狙ったのが大成功ですね。その大きさのバランスもいいです。y 字に伸びた。 庭の歩道のシンプルで美しい曲線をキャッチされていますその視点が何より素敵です湘南の海の風景として憧れを抱かせてくれるかっこいい写真ですよね切り取り方も素晴らしいです今にも歌い出しそうなウグイスが春の風景の中で生き生きしていますねピンク色の桜も 春,爛漫です春の桜が咲く公園に季節外れの雪それが花吹雪のようにも見えてとてもドラマティックな写真です鎌倉の名月院が鮮やかな紅葉に染まった写真です秋の日差しが壁の色を赤く染めてさらに印象的になっていると思います砂山と紅葉のバランス その下にお地蔵さんの後ろ姿写真全体のバランスがとてもいいと思います背景に薄く青っぽいモヤがかかっているのも美しいですね日が沈みきった後のオレンジに染まる富士山とこれから夜に向かう青い空そして波打ち際に映るリフレクションが最高に効いていますねすごく綺麗です 皆さん、本当にたくさんのお写真をありがとうございました。一段レフのマニュアルモードを学ぶ全4回の動画講座、ご視聴ありがとうございました。ぜひマニュアルモードを使って撮影にチャレンジしてみてください。